日本語能力試験、懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。例授業で、 先生が話しています。学生は授業を休んだとき、どのように宿題を確認しますかええと、この授業を休むときは必ず前の日までに連絡してください。メールでもいいですかはい、いいですよ。あ、それから休んだときは私の研究室の前の掲示を見て宿題を確認してください。 友達に聞いたりしないで、自分で確かめてちゃんとやってきてくださいね。はい。それから、今日休んだ人、リンさんですね。リンさんはこのこと知りませんから、誰か伝えておいてくれますか。あ、私、リンさんに伝えておきます。同じ量ですから。じゃあ、お願いします。学生は、授業を休んだ時、 どのように宿題を確認しますか最も良いものは3番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。 一番。会社で課長と男の人が話しています。男の人はこの後何をしますかちょっといいはい、課長。今、林さんから電話があって、お子さんが熱を出して今日は会社を休むそうなの。それで悪いんだけど、先週の会議の内容を代わりにまとめてもらえない明日の会議で使うから今日の昼までにお願いしたいんだけど。 前もやったことあるよね。あ、はい。ただ、午前中にその作業が入ると、今やってる調査結果の入力が今日中には終わらなくなってしまいますが。あー、じゃあ、今してもらってる方は他の人にお願いしましょう。わかりました。作業の詳細は林さんに電話で確認した方がいいですかあ、パソコンにある共有フォルダーに途中まで作業したのが入っていて、見ればわかるそうだから。はい、わかりました。 この前も他の人が休んだ時にプレゼンの資料を作ってもらったよね。申し訳ないけどよろしくね。はい。男の人はこの後何をしますか 2> 2番駅の改札口で女の人と駅員が話しています。女の人は今ここでいくら払いますかすみません。切符をなくしてしまって山川駅から乗ったんですがよく探したんですけど見つからなくてもう一度乗車券を購入していただくことになります。あの全額払わなければなりませんか はい山川駅からですと1000円ですねでも確かに切符を買ったんですが2000円も払うことになっちゃうんですけど同じ切符を2回買っていただくことになってしまいますがそういう規則ですので申し訳ありませんそうですか今から切符を再発行したという証明書をお出ししますのでなくされた乗車券が出てきましたらどちらの駅でも結構ですので証明書とその乗車券をご提示ください そうしましたら乗車料金から払い戻しの手数料分100円を差し引いた900円をご返金しますのでわかりました女の人は今ここでいくら払いますか 3番大学で男の学生と女の学生が話しています男の学生はこの後まず何をしますかあ中野さん中野さんって大学の最寄り駅の駐輪場を借りて大学まで自転車で来てるよね僕も駅前の駐輪場を借りたいんだけどどうやって申請するか教えてくれないうん でも申請の締め切りって毎月20日だから今日締め切りだよ。え、本当うん。駐輪場に張り紙がしてあったの見たよ。そうなんだ。今日4時半まで授業あるのにどうしよう。申し込みは駐輪場の受付でするのうんうん、市役所。窓口は5時までだから申請書を用意してあらかじめ記入しておけばギリギリ間に合うんじゃないでも申請書は市役所に取りに行かないとダメなんだよね。 市役所のホームページからもダウンロードできるよ。午後の授業が始まるまでまだ時間あるから、印刷してすぐ提出できる状態にしておいたらうん、そうする。申請書の他に必要な書類ってある学生証のコピーがいるんだけど、それは市役所でコピーすればいいよ。わかった。男の学生は、この後、まず何をしますか 4番。女の人と男の人が話しています。女の人は、この後まず何をしますか木村さん、夏休みに家族でキャンプに行きたいんですが、初めてなんで、道具とかどうしたらいいかわからなくて。木村さんはよく行かれるんですよね。何かアドバイスいただけませんかうーん。 最近はインターネットにいろんな情報が載ってるから、まずはネットで調べてみたらそう思って調べてみたんですけど、情報が多すぎてよくわからなかったんです。そっか。僕のを貸してあげてもいいんだけど、一人用のだからな。そうですか。あ、アウトドア用品の専門店が企画してるキャンプの講座があるんだけど、お店紹介しようか初めての人対象で、キャンプのベテランがいろいろ教えてくれるよ。へえ。 でも、それに出たら、その店でキャンプの道具を買わされたりしないですかまあ、宣伝も兼ねてるんだろうけど、無理やりなんてことはないよ。それならいいですね。じゃあ、そうします。女の人は、この後、まず、何をしますか 5番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれから何をしなければなりませんかうちのお茶の葉の品質管理のことで調べてほしいことがあって。実は市場に出る前でよかったんだけど、一部の製品の質が通常より悪いことが分かってね。え、そうなんですかいつもと香りが違っていて。それで、 うちの部が中心となって可能性のあるところを調べて原因を特定することになったんだ。そうですか。どこを渡りましょうか工場からでしょうか工場の方は気温や湿度などの管理の状況を調べてもらったところ特に問題はなかったんだよ。では生産者側への確認ですかうちが契約している農家に問い合わせましょうかうん。それは生産地に近い死者の担当者が対応することになっているんだ。それより 農家から工場までの輸送は外部に頼んでるだろどのように運んでいたか、向こうの会社の担当者に確認してもらいたいんだよ。暑い時期だしね。わかりました。あ、うちの倉庫で製品を保存しているうちにってことも考えられますかそちらの状況も調べた方がいいでしょうかありがとう。そこは私がやるから。はい。では、すぐ取り掛かります。 女の人はこれから何をしなければなりませんか。問題２。問題２ではまず質問を聞いてください。その後。 問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。例 母親と高校生の女の子が話しています。女の子はどうして学校へ行きたくないのですか どうしたの朝からため息ばっかり。誰かと喧嘩でもしたのそれはもういいの。仲直りしたから。それより、見てよ、この前髪。まあ、また、思い切って短くしたわね。こんなんじゃみんなに笑われちゃうよ。ねえ、今日、学校休んじゃダメダメに決まってるでしょそんなこと言って、 本当は今日の試験受けたくないんでしょう。う違うよ。ちゃんと勉強したんだから。そんなことより、ああ、鏡見るだけで頭痛くなりそう。女の子はどうして学校へ行きたくないのですか最も良いものは2番です。 解答用紙の問題2の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。男の学生と女の学生が話しています。 男の学生のうちに警察官が来た目的は何ですか この前、突然うちに警察官が訪ねてきたんだよ。え近くで何か事件でもあったのうん、僕もそう思ったんだ。一人暮らしですか一緒に住んでる家族はいますかって聞かれて、何か疑われてるのかなって。うんうん。そしたらね、火事とか何か災害があった時に住民の無事を確認する必要があるから定期的にそういうのを聞いて回ってるんだって。ああ、そういう時、どこに誰が住んでるか分かってないとね。 うん警察の人が来るなんてびっくりしたって正直に伝えたら他にも地域の担当警官が変わった時に挨拶に回ったりすることもあるってえ警察官が挨拶に来るの知らなかった男の学生のうちに警察官が来た目的は何ですか 2番研究会で学生と先生が話しています先生はこの学生の研究発表について何が問題だったと言っていますか 先生先ほどの私の発表何か問題があったでしょうか先生渋いお顔をされていたので私の表情まで見えてましたか初めてにしては大したもんだ落ち着いてた証拠だねいえそんなことはすごく緊張しましたまあ全体的には合格点と言えるんだけどね話の運び方がまずは全体像その後で調査の方法とか結果とか 詳細へと進めるといいよ。聞いている人にとっては初めて聞く話なんだから、ああやって細かいところから伝えられるとね。はい。でもまあ、発表の時の声の大きさも適当だったし、受けた質問への対応も好感が持てたし、なかなかのものだったよ。あ、はい。次からはご指摘いただいた点気をつけます。 先生は。この学生の研究発表について。何が問題だったと言っていますか。三番。男の人と女の人が話しています。女の人は。どうして。

どう順調うーん。従業員募集してるんだけど、必要人数に達してなくて。夕方から夜にかけて勤務できる人が必要なんだけどね。先月までは店の工事が随分遅れてて心配したんだけど、そっちはなんとか間に合ったのに。そういうわけで結局、オープン、1ヶ月先になったんだ。え、本当でもまあ、焦って回転してサービスの評判を落とすより、延期してでもちゃんと準備した方がいいよ。 あ、メニューは決まった前にどんなメニュー出すか悩んでただろうん、完成した。食事のメニューも充実してるから、オープンしたら食べに来て。あ、食器も凝ってるんだよ。飲むカップによって美味しさが変わってくるなんてことも言われるでしょほとんどの食器、海外から取り寄せたんだ。海外か食器をすごいなオープン楽しみにしてるよ。 女の人はどうしてカフェの開店を延期することにしましたか四番大学で休み時間に男の学生と女の学生が話しています 女の学生はどうしてぼんやりしていましたか 森さん、さっきからずっとぼんやりして何か考え事あ、うん。あのね、昨日テレビで、ぼんやりすることにはすごい効果があるって紹介してたんだ。5分くらい目を閉じて何も考えないでぼんやりしてると、頭の中の情報が整理されて記憶が定着しやすくなるっていう実験結果があってね。へえ。ぼんやりしてるときは脳が休んでるんじゃないのそう思うでしょところが脳は活発に働いてるんだって。 私、さっきの授業で山ほど知識詰め込んでごちゃごちゃになってるから、早速ぼんやりを実践しようとしてたんだ。あ、じゃあ邪魔しちゃったね。うんうん。あ、そういえば、疲れてる時なんかにこれやると、すっきりして体がリラックスするとも言ってたな。へえ、僕も今度やってみるよ。女の学生は、 どうししててぼんやりしていま教授が大学の研究で心配しているのはどんなことですか は物理学の青木教授に大学での研究が抱える問題についてお話を伺います私は大学で40年研究教育に取り組んでいますかねてから大学の研究はすぐに社会に役立つものが少ないと批判を受けることがありますええもちろん科学は最終的に人の役に立つものであるべきです昨今では産業界の協力を得て 応用技術の開発や実用化が比較的短い期間で可能になりましたが本来大学の使命というのは基礎研究にあります基礎研究というのは木の根っこのようなものですねええそこをしっかりやってこそ様々な応用科学の発展へとつながっていくんです根っこが枯れてしまっては取り返しがつきません社会や産業界からすぐに役立つ研究より早い実用化が求められるのもわかりますが 大学の本来の使命が見失われてしまうことに私は大変危機感を持っています。教授が大学の研究で心配しているのはどんなことですか 6番照明器具の店で店員が新しい商品について話しています。この商品にはどんな機能がありますか こちらの照明は防犯を意識したものです。タイマーをセットすれば、室内の電気のオン・オフが普段と同じ時間にできるので、旅行などで家を開けても外から留守だとわかりません。防犯用照明というと、これまでは、例えば人の動きに反応してつくものなど、屋外の照明に限られ、こういった室内用のものはありませんでした。最近の室内照明は明るさを細かく調節できたり、 外の明るさに応じて自動的に電気の明るさを変える機能があったりと省エネをアピールしたものが主流ですがこちらの商品は特定のニーズに応えたものと言えますねこの商品にはどんな機能がありますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 では、練習しましょう。レ <イ S 1> テレビでアナウンサーが通信販売に関する調査の結果を話しています。皆さん、通信販売を利用されたことがありますか買い物をするときは、店に行って自分の目で確かめてからしか買わないと言っていた人も、 最近、この方法を利用するようになってきたそうです。10代から80代までの人に調査をしたところ、忙しくて買いに行く時間がない。お茶を飲みながらゆっくりと買い物ができる。子供を育てながら働いているので、毎日の生活になくてはならない。など、多くの意見が出されました。 通信販売の何についての調査ですか 1, ?1 利用者数 2, 2買える品物の種類3利用方法4利用する理由最も良いものは4番です回答用紙の問題3の 例のところを見てください。最も良いものは。四番ですから。答えは。このように書きます。では。始めます。一番。ラジオで。男の人が話しています。ええー、和紙。 伝統的な日本の紙ですね。その和紙の専門店に最近行ったんですけど、そこに綺麗な折り紙の作品が飾ってあったんですよ。折り紙は千年ほど前、和紙を使って贈り物を美しく包装するために折り方を工夫することから始まったそうです。そして和紙が安く生産されるようになると、一枚の和紙から様々な形を生み出す遊びとして子供たちの間でも人気が出て、 折り方の本も出版されるようになりました。近代になると、幼稚園などの教育現場にも取り入れられ、今も広く親しまれています。男の人は何について話していますか一、<1 S 2> 和紙で物を美しく包む方法二。 折りり紙の始まりと歴史3教育現場に折り紙が取り入れられた理由4和紙ができるまでの流れ 2>, 2番 会社の企画部の会議で女の人が話しています。先月、20歳代から50歳代の働く女性を対象に、ストレスと香りに関するアンケート調査を行ったんですが、何らかのストレスを感じると答えた人の方が、香りを重視してシャンプーを購入していました。えー、それから以前よりも仕事を持つ女性のストレスが増えているということもわかりました。 そこで新しい商品作りにはこの結果を取り入れリラックス効果の高い香りがするシャンプーという方向で進めていくのがいいと思いますストレス解消を求める働く女性にアピールしていけば販売数の上昇につながるのではないでしょうか女の人は何について話していますか一 調査結果に基づく商品開発の方向性。2>, 2。働く女性に対する調査の方法。3。シャンプーの販売実績。4。新商品のストレス解消への効果。 3番子育てて教室で男の人が話していますこの中には初めてお子さんを育てるという方もいらっしゃるでしょう子供が成長する過程で絵本は欠かせないものです赤ちゃんがまだ言葉がわからないうちはストーリーを理解できないから絵本は無理だと思う方も多いかもしれませんが初めは色や形や音のリズムが面白いものなら興味を持つはずです 赤ちゃんが成長するにつれて挨拶や生活のマナーなどが学べるものを取り入れていくといいですねさらに理解力が高くなってきたらワクワクドキドキするようなストーリーのあるものを親子で一緒に楽しんでみたらいかがでしょうか男の人は何についいてて話しています一 子育てにおける絵本の役割。2, 2子供が絵本を好きな理由。3成長に応じた絵本の選び方。4絵本におけるストーリーの重要性。 4番ラジオで女の人が話しています健康のためには毎日の運動が必要だと分かっていてもなかなか続けられない方も多いと思いますでも毎日の過ごし方を少し変えるだけで軽いスポーツをするのと同等の効果が得られるそうなんですじっとしている時間を30分減らすその程度で十分ですこれなら ちょっと気分を変えてテレビを見る代わりに近所を散歩する友人と喫茶店で話す代わりにウィンドウショッピングを楽しむなど日頃していることを少し見直すだけでできそうですよね女の人は何について紹介していますか日常生活に 運動を取り入れる工夫。2>, 2、スポーツの楽しみ方。3、無駄な時間をなくす工夫。4、気分転換の仕方。 5番小学校で先生が児童の親たちに話していますもうすぐ夏休みです海水浴や山登りなどいろいろな計画を立てていらっしゃると思いますただ毎年休みの間に海や山など出かけた先で怪我をする子供がいます楽しい夏休みが台無しにならないよう遊ぶ時のルールを子供と一緒に決めるようにしてください 例えば、海であれば、泳ぐ前に体操すること。沖に流されないよう、砂浜に近いところで遊ぶことなどを約束するといいでしょう。いずれにしても大切なことは、ご両親が子供の行動を見守ることです。どうぞよろしくお願いします。先生は何について話していますか 夏休み中の学校行事の予定。2, 2夏休みを安全に過ごすための注意点。3怪我をした時の対処法。4海や山で守るべきマナー。 問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 今日ちょっと残って仕事してってもらえない ?1 今日ですかはい、わかりました。2, 2すみません、今日遅くなったんです。3残りはあとこれだけです。最も良いものは1番です。回答用紙の 問題4の例のところを見てください。最も良いものは一番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。一番。トムさん、よかったら今日の夕食、うちにおいでになりませんか 1, 1えっと、何時に来られますか ?2, 2え、伺ってもよろしいんですか ?3 今日はうちにはおりませんが 2>, 2番駅前のあの人気のレストラン 昨日行ってみたけど、味は期待したほどじゃなかったよ。1。1> ええー、期待してなかったのに 2>, ?2。ああ、だから混んでるんだね。3。ええー、なんで人気があるんだろう 3番部長社内アンケート山田さんを除いて全員から回答を得ました 1, 1山田さん回答早いな2山田さん答えてないの 3, 3山田さんが全員分集めたんだね 4番。佐藤さん、日曜のバイト、私と時間変わってもらうわけにいかない ?1。別に構いませんけど。2。2> え、変わってませんけど。3>, 3。僕、お願いしてませんけど。 5番、昨日初めて劇場で芝居見たんだけど、また行きたくてたまらないんだ。1何がたまってないの 2, ?2 また行っちゃったの ?3, 3そんなに感動したの 6番。課長、プリンター修理に出したんですが、もう買い替えるしかないって言われました。1。じゃあ、新しいの買わなきゃね。2>, 2。買い替える必要ないってこと ?3。3> それなら、修理してもらおう。 7番、キムさん、レポートチェックしたよ。ここの数字さえ直せば問題ないよ。1、1> 数字の他はどこですか 2>, ?2、すぐに訂正します。3、何も問題がなくて安心しました。 8番この会議室、壁の色変えたせいか広く見えるんじゃない ?1 わかりました。そうしてみます。2, 2ほんと、変えて正解ですね。3, 3色のせいで広く見えないんですか 9番。このアパート、この間取りと設備でこの家賃、言うことなしだね。1。ほんと、家賃がちょっとね。2。2> こんないい条件他にないよね。3>, 3。それじゃあ諦めようか。 10番、今週は仕事のスケジュールがぎっしりで嫌になっちゃうよ。1、1> 忙しそうだけど無理しないようにね。2>, 2、まだスケジュールが決まらないの ?3、今週は仕事が少ないんだね。 11番。僕、スキーするの、今日5年ぶりですよ。できるかな 1>, ?1。5年なら体が覚えてますよ。2。2> 今日から5年もできないんですか ?3。5年間も続けてるなんてすごいですね。 12番所長事務所の防災グッズ確認したら足りないものだらけですああ足りないものはなかったんだねあ一つだけ足りなかったの 3> 3えっ足りないものそんなにあった 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。問題用紙にメモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから 質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番 1> 大学で男の学生と職員が話していますすみませんアルバイトを紹介してもらいたいんですが お客さんと接する仕事がいいんですが、どんなのがあるか教えていただけませんか時給はできたら900円以上で、週3日までで探してるんですけど。えーっと、条件に近いものが4つありますよ。まず、これですね。大学生門前のコンビニです。時給850円で週3日。早朝と深夜は時給が100円高くなるそうです。 それから、大学の前の大通り沿いのガソリンスタンドですね。時給1200円です。ただ、土日を含めて週4日以上勤務できる人が希望だそうです。どちらもお客さん相手なのはいいですね。あと、大学から駅に行く途中にあるレストランでも募集していますよ。時給1100円。調理の補助を稀に頼まれることもあるそうですが、 基本的には注文を取ったり、料理を出したりする仕事で、週2日来て欲しいそうです。キッチンの仕事もたまにならいいかな。えー、それから、駅前のデパートでのアルバイト。売り場には出ないで商品を発送する仕事になりますが、勤務日数が自由に決められますし、時給1300円と高いのが魅力だと思いますよ。うーん 直接お客さんとやりとりできる仕事でできるだけ時給が高いのがいいです。クラブ活動などもあって勤務日は増やせないからこれにします。男の学生はどのアルバイトを選びますか ?1 コンビニ 2, 2ガソリンスタンド レストラン4デパート 2>, 2番環境問題を学ぶ学生3人が授業でのグループ発表について話しています。 今度の桜ガエルを守る地域の活動についてのグループ発表だけど、昨日の練習だと10分以内に収まりそうになかったよね。どうしよっか。前半でカエルが減っている現状について説明しておいて、後半で写真を見せながらカエルを守る活動の重要性について話す構成なのに、後半時間が足りなくなっちゃったよね。後,後半で見せる写真を少し減らそうか。 そうしたら活動の様子が伝わりにくいことはないそっか。前半の減っている現状については少し省けるところがあると思ったけど。例えば説明で似たような内容を繰り返しているからそこをカットするとか。なるほどね。他にはないかなそうだな。前半の発表は私の担当だけど、昨日は少しゆっくり喋りすぎたかな。少し早めに話そうか。 話し方で調整か。それか、活動の重要性について話す前に、地域の学校でどんな活動が行われてるでしょうってクイズを入れてるよね。あれをなくせば、後半の時間が確保できるんじゃないいや聞いている人に興味を持ってもらうために、あれはいい工夫だと思うよ。うん、私もそう思う。じゃあ、話すスピードは今より早くすると聞きにくくなっちゃうと思うから、やっぱり現状のところを整理しよう。 発表の時間を短くするためにどう変更することにしましたか 1, ?1 前半の説明を短くする 2, 2前半を早めに話す3クイズをやめる4後半の写真を減らす 3番。まず、話を聞いてください。それから、2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。三番。町の市民講座で、 交通安全についての説明を聞いて、夫婦が話しています。今日は、街の交通安全について考えたいと思います。グループに分かれて、問題になっている地域の現状を見に行き、その後対策を話し合いますので、一つ選んでください。まず、北中通りです。駅前の大通りで、歩道に自転車が多く止められていて、歩きにくいと苦情が寄せられています。 次は、運動公園沿いの大川通りです。週末、公園の利用者の車が駐車場に入りきらず、通りに駐車するため問題になっています。次の上田通りは、近くに小学校があり、児童が通学で利用しています。しかし、歩道が狭く安全を心配する声が上がっています。最後の山下通りは商店街です。自転車の通行量が多く、 歩行者が安心して買い物できる対策が求められています。どこにするこの前公園の近くを歩いてたら確かに道路に駐車している車が多かったな。うん。でも親としては子供が毎日登校や下校に使う道路の安全の方が心配じゃないそうだね。僕もそっちの方が心配だな。じゃあ決まり。一緒に行こう。あ、でも僕自転車の問題も気になってるんだ。 通勤で急いでいるとき迷惑なんだよ。あ、商店街でしょ私も自転車とぶつかりそうになったことあるよ。僕が言ってるのはそこじゃないよ。朝とか人通りが多いときに歩道に置いてあると邪魔なんだよね。僕はそっちを見に行くよ。わかった。じゃあ別々に見に行こう。質問1。女の人は どこを見に行きますか質問2男の人はどこを見に行きますか これで、懲戒試験を終わります。